吉田さん、私の脳はまだね、10キロバイトですよ。なんか新潟行ったそうじゃないですか。2泊も。ナミさんから連絡来ましたよ。よかったですね。やっぱこう、会いに行って喜ばれるって、非常に嬉しいことじゃないですか。会いに来て面倒くさがれるような関係もありますけどもね。またうちの方にも来てください。鹿児島もね、行ってみたいよね。なんかね、あ、ところで鹿児島にシーバソンってあるんですかね。シーバソンっていうところがあって、そのシーバソンっていうのがすごく過疎の街なりに、なんかね、村おこしがうまくいってるんじゃないかなってことで、実はね、Amazon プライムでシャボン玉っていうあの映画を見たんですよ。で、それ結構いい話だったんですけども、シーバソンっていうのがね、モデルになってて、なんか行ってみたいなと思ったもんですけどね。それからあれですよね、鹿児島といえば、マトリックスアフィリエイトのメタ流星っていうのがいますよね。まあいろいろと面白いもんです。で、鹿児島には私がね、大日本ビジネスって言って一瞬入社した会社があるんですけども、そこの研修に行って、さつま揚げ食べたりとか、その大日本ビジネスが経営してる居酒屋とかで、なんかね、お世話になったこともあったかなと。まあビジネス自体は私うまくいかなかったんですよね、当時ね。で、なんかこの時代が進む、時代が変わるっていろいろありますけども、やっぱりそういうものって、チャンスに生かせる人と、リスクを抱え込んじゃう人とに分かれますよね。FX ってのがね、本当に個人で手軽にできるようになって、チャンスしかないんですけども、あれによってお金を失って破産する人もいるっていうね。だからやっぱり破産しないためにどうすればいいのかっていうふうなことをあらかじめ知っておくことと、転ばぬ先の杖を持っておくことと、もしダメだったらどうするみたいなことを準備して始めるっていうことなどが必要なのかなと思う今日この頃でございます。じゃあ今日も始めていきましょうか。今日の今でございます。いってらっしゃい。